キチャンネル木曜日です。総チェック、はい。さあ、3週連続で木曜日、そして金曜日、ダブル総チェックでいきたいと思います。今日もですね、火曜水曜交流戦ね、始まりましたけども、火曜水曜の総チェック、そして明日は木曜日の総チェック、全部合わせてみると火水木3連戦の総チェック、ね、効率よくやってまいります。さあ、まずね、交流戦、始まりましたけども、まあ、このね、交流戦で今下位に沈んでるチームも上位に行くチャンスね、もしくは1位に行くチャンスめちゃくちゃあるし、逆に今1位にいるチームもね、下手したら B クラスに沈んでしまうかもわかんないっていうところが、この交流戦の恐ろしさ。18試合だけども、されど18試合っていうね、この中でどう戦うか。まあ、ちなみに優勝ラインは、12勝6敗が、まあ、優勝ラインです。で、13勝すれば確実に、優勝すると。言っても過言じゃないぐらいが、まあ、ラインかなと。まあ、12勝っていうのは、まあ、全6カードあるんでね。全カード勝ち越し。2勝1敗でいくと、12勝6敗。で、どれか1回3連勝すれば、13勝になるんで、まあ、過去のね、勝敗表を見てても、ここら辺がね、優勝ラインになってくるかなと。で、その中でね、仮にもし13勝5敗で優勝した時にね、もし1位にいるチームが、5勝13敗だと。一気に8ゲーム差がひっくり返っちゃう、縮まっちゃうっていう、むしろ逆だったらね、8ゲーム差広がっちゃうっていうね、ところがあるんで、まあ、最大ね、7、8ゲームっていうところは、このね、3週間でひっくり返る可能性がある。しかも、たくさんのチームとね、セリーグだとね、パリーグだとね、3チーム勝てば3チーム負ける。まあ、引き分けもあるけどね、基本的には3チーム勝てば3チーム負ける。でも、交流戦は1チーム勝って5チーム負ける。もしくは5チーム勝って1チーム負けるっていうことが起こり得るね、この恐ろしい戦いね。まあ、ここまでね、まあ、2日間終わりましたけども、日本ハムだけがね、唯一の2勝、ヤクルトが2敗、あとはまだ1勝1敗っていうところでね、流れていきますけども、まあね、今日戦いでね、まあ、どうなっていくのか、それをまずね、火曜日水曜日の総チェックしてね、皆さんね、野球をより楽しんで、いきましょう。さあ、ということでね、まずは、西武対阪神ね。阪神は今1位で入って、西武はね、B クラスで入って、西武はね、ここをうまく乗り切ってね、最低でも A クラスにね、終わってから登りたい。阪神はね、ここで一気に2位以下を引き離して、もうね、早々と独走体制作りたいっていうね、交流戦の中で、30日で、ね、1対3で阪神というところで、阪神先発村上ね、8回112球、4安打9三振、無四球1失点と、もう安定感、安心感、グッピチ。ね。しかもこの村上の登板で初回2点はね、非常に大きかったかなと。先頭近本がね、ライト3ベース。で、中野も3ベースね。でもこの中野の打球ね、ライトハイト。ちょっと中途半端にね、取りに行っちゃったなと。中途半端に取りに行っちゃったがために、これ無理だと思ってね、止まったら、もうそのバウンド合わせられずね、ライン上を点々とフェンスまで転がっていってね。あれマジゆっくり待ってたら、まあ、1点は最悪入ってるけども、ね、まあ、ツーベース、ひょっとしたら行かれたかもわかんないけど、スリーベースに 100% なんなかったなって。ひょっとしたら、ファーストシングルで止まってたかもわかんないしね。この愛との守備に自信があるっていうところがね、いけると思って行っちゃったっていうところでね。まあ積極性はあるんだけどもね、これはちょっともったいなかったかなと。で、その間、まああとね、ノーアウト三塁から3番ノイジーがね、ショートゴロでこれ1点と。まあ内野手はね、もう後ろに下がって1点 OK ですよっていう状況だったんでね。この2点。これ村上に対してね、この2点は痛いなっていうところで、西武もね、3回裏、ね、鈴木センター前、で、小賀バンド、で、若林ライト前と、これ7、8、9の下位打線で1点取ったっていうのは非常に、ね。しかも、ね、4回の裏、センター、ね、先頭、殿崎が、フェンス直撃の2塁打を打って、ノーアウト2塁のチャンスを作りながら、ここで一番の問題。4番、ね、渡辺、ね、新塁打を打てず、ハーフスイングで三振。ここね、まあ、4番だけど、4番打者じゃないから、まだ。ね。こういったところをしっかり追い込まれても、ね、最悪進塁打ね、打っていけば、ね、相手は村上だし、そんな連打もね、なかなか期待できるところじゃない。ってなった時にね、で、その後、源田が控えるっていうんで、源田と殿崎になったら、セーフティースクイーズでも何でもできる。ひょっとしたら、ゴロゴー、ね、内野手前来ないかもしれない、しれないっていうところでね、この渡辺のね、三振、バッと。でもその後ね、源田もセカンドゴロ。で、ヨーカーはね、ツーアウト三塁からヨーカーは、これでカーブを打った瞬間、飛距離抜群、ポール際どうやっていうところで、ファール。あれホームラン入ってたら、西武勝ってたかもわかんないね。あのね、その後ね、スプリットフォークで三振しちゃったけども、あのポール際のホームランね、ヨーカーもこのね、
阪神から現役ドラフトで移動してきてね、あのホームラン一発打ったらインパクトでかかったなっていうところがね、ちょっと惜しかったからね。で、阪神はね、この5回ね、先頭木浪レフト前ヒットで、坂本送りバント、近本フォアボールでワンアウト一二塁、根中野がキャッチャーファールフライになるけどもね、ツーアウト一塁からこのノイジーのレフト前ヒット、この1点大きい。ノイジー君距離立て、これがね結構ダメ押しになって、まあ、村上が投げてるっていうところでね3対1、西武はね6回以降ノーヒットというところでね、これはもう遅延と。で西武先発ね、与座6回94球5安打2三振1球1デッドボール3失点と、まあ踏ん張ったけどね、緩急もつけながらよく粘り強く投げてたけども、ちょっと援護なしっていうところでね、まあ役割は最低限果たしたんじゃないのかなっていうね、初戦でしたね。そして31日4対0で西武というところで、西武先発本田ね、4回68球2安打4三振2四球無失点というところで、まあもうリリーフデーかな、もう最近だから、まあこれ交流戦のねもう一つの難しさっていうのは、6連戦が3週続くんだよね。ということは先発をね6人用意しなきゃいけない。でもね、今のプロ野球ね、6人ねきっちり用意できてるところってなかなかないね、正直。でまああとね、結構5連戦も多くなってきてね、あの木曜日休みだったり金曜日休みだったりね、何気に5人で回せたりするからね、この何気に6人揃えれてないっていうちょっと層の薄さっていうところはね、各チームあるからっていう。その中でね、まあ西武は本田がねショートスターターっていう形で4回68球2安打4三振2四球無失点とね、まああのまっすぐチェンジアップシンカーカーブっていう、こう縦の変化ね非常に良かったかなと。しかも低めにね変化球を集めれたっていうところでも、このね4回無失点っていうところはね、自分の役割を、しっかり果たせたんじゃないのかなっていうね。でその中でね、西武は、初回ね源田がレフト前ヒットで、これでねノイジがねちょっと突っ込んできてちょろっと後ろにやるんだけども、その隙を逃さず源田がセカンドまで行ったっていうところはね、グッソールで川越がしっかり送りバントを決めて、その先アウトになるけども、ツーアウト三塁からね、渡辺が、センタータイムリーヒット、ここで1点も大きかったね。ツーアウト渡辺グッ、ね、で1対0で推移しながらで、4回裏ね、栗山がなんと、19年連続ホームラン、栗山グッ、飛距離抜群、ね、まあ、こういう風にね、あのしっかりベテランも絡んでくると大きいよね。で阪神先発西勇輝ね、6回3分の2 119 8安打2 3 4 3 4 4失点と、まあちょっと粘りきれなかったかなとね、7回裏先頭ね鈴木が、内野安打ボテボテね、これちょっと不運、ね、でここが送りバントで若林レフト前でワンアウト1、3塁から源田のセーフティースクイズ、めっちゃうまかったよこれセーフティースクイズね。こ映像で映ってなかったから分かんないんだけど、サード鈴木ランナースタートちょっと遅かったんかな、まあそれもあって大山のね、大山の守備もめっちゃうまかったね。でリクエストあるけどね、アウトになってタッチも完璧だったしね。でこう1点を防いでね、でその後、川越フォアボール、これ痛かったね川越フォアボールね。でツーアウト満塁からその先からね、センターへのタイムリーヒットっていうところでね2点を取って、まあこれでジエンドっていう形になったかなっていうね。まあでも阪神も1回3回4回5回6回7回得点圏ランで出てから今日1本も出なかったね。初回はね先頭近本がツーベース、で中野がね、サードフライ、これ引っ張り込んで進塁打打っとけばっていうところでね、でノイジー大山と、連打絶で、3回先頭木浪センター前ヒットで梅野近本中野とね、続けず、4回、ワンアウトからね大山フォアボールで佐藤アウトになるけども、三井フォアボールで、ツーアウト1、2塁から前川ね三振で、5回ツーアウトから近本中野フォアボールでノイジーツーアウト一二塁で三振で、6回、ワンアウトから佐藤ツーベースでミルセス前川つながらずで、7回、ね、ワンアウトから梅野ツーベース近本、内野安打、ワンアウト一二塁から中野ノイジーがつながらずっていうね、いい打順も来てんだけどね、あと前川ねここで見せ場っていうところでねちょっとね、アピールできなかったなっていうところと、まあヒットはね5安打しか打ってないけどもね、西武投手陣ね四死球6っていうところでね結構フォアボール出したけどね、まあ、そこを1本つなげられずっていうね、まあ、連勝止まったけども、これ連勝中こうやって1本届いたからね、だから今日の試合だったらね阪神重要でね。でも西武はね本田、森脇、きちのこ、平井、佐藤、松田とねリリーフが踏ん張ってねしっかり勝ち切れたっていうところは非常にねベテランも若手も全員頑張ってね、全員野球でいい勝ち方だったんじゃないでしょうか。現状1勝1敗、今日の試合どうなるのか注目です。続いてソフトバンク対中日、30日13対5でソフトバンク、31日1対7で中日、連打連打の乱打戦っていうね、ところの試合になってますけども、30日ね、13対5でソフトバンクっていうところですけども、まあ、初回ねソフトバンク先制っていう中でね、中村、牧原ね、近藤3者連続ヒットで、
4番ね、柳田がね、ダブルプレーっていうところでこの間に行って、ここでソフトバンクで、ね、ビッグチャンス行きたかったけども、このね、柳田の打球ね、二遊間飛んだ打球をね、セカンド福永、ちょっとバウンドぶつかっちゃったけどね、取ってダブルプレーをね、非常にグッドプレー、うまかったと思います。でね、2回、2アウトから、シュートのね、セカンド内野安打、2アウトから、これ、福永、柳田のやつ行けたんだって、行けたっしょっていうね、たぶんまあ、バウンド難しかったけどね、こう記録内野安打だけども、処理したかった、あれはね、まあ、バットまではいかないけどね、ちょっとミス。で、ランナー出て、で、2アウト1塁から、甲斐がね、タイムリーツーベースで行って、で、中村晃のファーストゴロ、ビシエドファンブル、バッ。で、こっから、牧原近藤、連続タイムリーっていうところで、一気に4点で、5対0。これは痛いね。でね、まあ、なんとかね、4回の表に2アウトからね、福永ツーベースして、木下がね、レフトホームランっていう形でね、5対2になって、よし、まだいけるんちゃうかっていうところでね、4回裏、ワンアウトからね、甲斐ツーベース。で、ピッチャーがね、ここから、福谷から橋本に変わって、中村フォアボール。で、牧原にライトへタイムリーヒット。で、近藤、柳田、栗原に3者連続デッドボールで、一気に3点。2軍に再調整でもう一回仕上げてきてください。はい。で、これで、8対2。で、5回の表にね、まだ粘る。ね、この中日ね、粘りいいのよ。いつもセリーグ相手だとね、スンっていくところここ粘り出してね、5回表、ね、ワンアウトから、岡林、スリーベース。で、ブライトがね、タイムリーヒットっていうところで1点返して、まあ、8対3、まだワンチャンどうにかなるかなっていうところでね、6回裏、近藤柳田連続ヒット。で、栗原、フォアボール。で、柳町が内野ゴロの間に1点取って、川瀬犠牲フライ。で、シュート、タイムリーの甲斐がツーランホームランで、とどめの13点。これで、ジェンドです。ね。で、まあ、それでもね、8回に福永のね、儀比で1点取ったりとか、9回にね、鵜飼の、ホームランでね、1点取るとかっていうね、まあ、負けはしたけどね、終盤の粘り強さっていうところはね、良かったっていうところと、まあ、中日もね、13安打で5点。で、ソフトバンクが14安打で13点っていうところで、まあ、ここ何がっていうとね、もう四死球の差っていうね、中日は全部で、6四死球。で、まあ、ソフトバンクはね、1四球しかなかったっていうところで、連打はされたけども、ここね、しっかりフォアボールを出さず、無駄なランナーを出さなかったっていうところで、まあね、5点でね、なんとか乗り切れたっていうね、ところは、あったかなっていうね。で、ソフトバンクはね、下位打線、ね、8番、シュート、5打数2安打1打点。で、9番、下位、4打数3安打、3打点1ホーマーっていうところで、ね、下位打線の下位が、なんちゃって、はい。頑張ったっていうところでね、非常に、いい戦いっていうところでしたかね、ソフトバンクとしたら。で、31日の試合ね、1対7で中日っていうところで、まあ、この日はね、中日先発枠井ね、7回107球、3安打9三振、1四球1失点と、非常に、素晴らしい、ピッチングと。ね、んで援護点もなかなかなかった中でね、しっかり援護してくれて、勝ち星でいうと4月26日の広島戦以来約1ヶ月ぶりの、勝ち星っていうね、まあしかもその間もね結構失点ね、何気にまあゲーム作っても3失点とかね、結構失点も、多かった中でね、今日はめちゃくちゃね投球良かったね、球持ちがねすごい良くてボールを最後まで押し込めてた。まあそのためかね、低めのストレートも結構伸びあったし、変化球もね、低めに投球できて、この低い姿勢のまま投げれたっていうところはね、非常に良かったかなと思います。で、ソフトバンク先発ね、東山、6回3分の1、112球、7安打7三振、1四球、5失点っていうところで、ちょっともう最後は粘りきれなかったかなって、粘って投げてたけどね、最後若干高めに浮いてね、まあそれ通過されたかなと。もう涌井が7回107球、3安打9三振、1四球、1失点だからね、まあ、フォアボール1個で3安打しか打たれてないっていうところで、非常にね、先ほど説明したホームのね、安定感っていうのはね、良かったかなとね。で、その中でね、初回ソフトバンクがね、ワンアウト1、3塁から柳田の犠牲フライで1点先制して、いや、これはまたソフトバンクペースかっていう中でね、4回表、ね、ワンアウト1塁から岡林が盗塁してね、ギリギリセーフ。で、ここで細川がね、高めの結構ボール球だったけどね、あれ打ち返されるってことは、東山もちょっとね、球の力ちょっとなかったのかなっていうところでね、こう行って、まあ、その間にね、この4回、2、3、4っていうところでね、非常に涌井がね、ランナー、まあ、フォアボールで1個出すけども、しっかり抑えれたっていうところでね、試合を引き締めれたっていうところもね、この同点台につながったかなと。で、7回表、ワンアウトからね、大島フォアボール。で、木下がライト前ヒット。で、村松がね、ライトへタイムリーヒット打って、福永もヒットで続いて、ワンアウト満塁からピッチャー田浦に変わって、三振取るけども、ブライトがね、中村のりさんばりの開きながらライトへの、フェンス直撃の、タイムリースリーベース。
で細川がね、タイムリー内安打っていうところ、川瀬もね若干惜しかったけどね、球速かったからね、でそこで一気に5点、まあ、これで1エンドっていうね。で9回の表にね、岡林がホームランを、打って、まあ、追加点を挙げて、まあ、ソフトバンクからしたらね4安打だからね、もうちょっと完敗っていうね、ところかなと。でまあね、中日は 1-2-3番が大活躍っていうところでね、1番ね、岡林5打数3安打1打点1ホーマー1勝利で、2番指名打者ブライト5打数2安打3三振で、3番細川5打数2安打2打点っていうところでね、このブライトをねどうするか、そしたらあれか、ブライト出して細川ファーストでビシエド引っ込めるか、この指名打者使えなくなったらね、まあ、それしかないね感じがね。結局外国人誰もいなくなるっていうね、いっぱい来たけどねっていうような打撃になるのかな。でも一勝一敗だからね、今日勝ち越しかけてね、先ほども言ったけど優勝ラインは 12-3勝ね、勝ち越していかなきゃいけないっていう中でね、今日非常に、大事な一戦に、なると思います。今日中日柳、ソフトバンクガンケルがどうかで、ね、まあ打たして取るっていうピッチングで、中日もちょっと打線上がってきてるからね、結構振ってくるしね。で中日柳だから、柳をどこね、前回良かったからね、どこまで対応できるか、まあ4回までが勝負だね。ここでどういう感じになっていくのかっていうところがね、見ものになってくるんじゃないでしょうか。さあ続いてオリックス対広島、30日4対0でオリックス、31日1対3で広島、1勝1敗の五分の形ですね。まあ30日ね、オリックス先発、山本ね、ちょっとねコンディション不良だったけども、きっちりね、調整して、まあ、復帰登板という形で8回101球2安打8三振無四球無失点、文句なしのピッチね、完璧っていうね。で広島先発大瀬良ね、7回97球5安打4三振1球2失点と、いやこっちも悪くないんだよ全然、本当に負けたけど、非常にいいピッチングなった中で、結局ねこのミスっていうところが痛いんだけども、5回裏ねゲームが動くんだけども、先頭頓宮ピッチャー強襲ヒットね、で杉本もレフト前で続いて、でノーアウト1、2塁から若月がね送りバントっていうところで、これがまたねきっちり、めちゃくちゃうまかったね、きっちりバント決めて、でワンアウト2、3塁、ここでねワイルドピッチっていうところで、またの下抜けるミット上がってたから、坂倉バーッとで、これで1点献上してね、でランナーワンアウト3塁になって、で茶野が、犠牲フライ打って2点っていうね、こう1点でまあね、完封負けだから、負けたかも分かんないけど、こういうこのねもったいないね、ワイルドピッチ、まあ、最悪1点で済んでたかも分かんないけどもね。で8回裏ピッチャー中崎ね、ツーアウトからね、ツーアウト取ったのに、広がレフト前、胸レフト前、長がライトへダメ押しの、2点タイムリーツーベース。ね。で、まあ山本がしっかり抑えて。で、広島はね、2安打しか打ってないからほぼチャンスだし、しかも山本8回でフォアボールなしだからね。まあ唯一のチャンスは4回。もうここだけ。ね。ワンアウトから西川がライト前ヒット打って、で、盗塁成功。ね。2塁になってから秋山、松山が、三振セカンドゴロでアウト。もうこれだけです。ここで一本打ってたら、ひょっとしたらどうなってたか分かんないっていうね、ところで、まあこれはもう仕方ない。完敗だね。そして31日、1対3で広島っていうところで、広島先発クリね、7回98球3安打6三振2四球2デッドボール1失点と、まあ前半ね、ちょっと制球定まらずバタバタしてね、4四球っていうところもあったけども、まあ要所でね、低めのツーシーム、チェンジアップ、スライダーっていうところが決まってね、粘り強くピッチングできたかなっていうね。で、オリックスで先発立場、6回107球5安打5三振3四球無失点と、まあランナー出しながらもね、まあピンチが続く中で変化球を低めにね集めて粘りの投球がねこちらもできたかなっていうところで、まあ両チームねチャンス生かせずっていうね、一本なかなか出ませんっていうね、中で、広島はね2回3回4回5回着戦ね、チャンス生かせずっていうところで、2回もね2アウト1塁から坂倉がツーベース、2アウト2、3塁になって磯村がね、三振でね、3回も先頭田中康介ね、ヒットを入れて菊池が送りバント、ワンアウト二塁から上本、秋山がね、続かずっていうね。で、4回、ワンアウトから西川がツーベース、堂林アウトになるけども、坂倉フォアボールでツーアウト一塁、またもチャンスで磯村、三振っていうね。5回、ワンアウトから菊池がレフト前ヒット、上本アウトになるけども、秋山がフォアボール、ツーアウト一塁からマクブルームがサードゴロ、アウトっていうね。チャンス生かせず。で、オリックスも、初回、先頭広岡ね、ショートゴロ上本、ファースト悪送球、バン。で、胸送りバント。で、森、頓宮がね、続かず。で、4回、先頭胸デッドボール。で、森アウトになるけども、頓宮フォアボール。で、ワンアウト一塁で、杉本、西野が続かず。ね。で、5回、ツーアウトから、紅林ツーベース、広岡フォアボール。ツーアウト一塁から野口、三振。っていうね。どちらも行かせなかった。その中で、7回、ね。
ピッチャー田島からオリックスは黒木に変わります。でその中でね、先頭田中康介ストレートフォアボールバーッとリリーフで出てきて、ストレートのフォアボール一番テンション下がる本当。でノーアウト一塁からね、田中のところダイソー初期ね、こう初球積極的に盗塁してアウトバーッと、まあ、バットじゃないけどね、わかるよ、あの動いてないからね、動かそうっていう気持ちね。でここでアウトね、あとキャッチャーボリグソリ、ここでチャンス潰したかに見せたね、ところで菊池がね悩んだ。でまた上ボードフォアボールで、ワンアウト一塁からね、もう制球黒木ね、苦しむ、中で最後はねアウトコースの球をインコースに逆球投げて、それをね秋山が完璧に打ってスリーランホームラン、ナイスホームランで3点一気で、7回裏オリックスにもチャンス来る。ワンアウトから中がツーベースで、茶のファーストゴロ、ツーアウト三塁で、紅林タイムリーヒット1点のみ。だからまあこの試合の一番の違いは、もうチャンスでホームランかヒットかこれだけです。ここでね1点か3点かっていう違いで出て、まあ他もねチャンスあったけど、先ほども言ったようにねチャンスを生かしきれなかったっていうところと、まあこのね、7回、盗塁でアウトになるけども、この菊池のねショートより悩んだ菊池の激走ぐっそりね、まああれが生きてね、その後の3点につながったっていうところで、あの激走良かったかなと。でね、広島ね、島内矢崎と4つの三振、ノーヒットでしっかりね8球抑えて、非常にねリリーフちょっとリリーフバタバタしてたからね、栗林もね帰ってきたけども、まあまだ矢崎がねいいんで、そこをね、まあここからどうねリリーフっていうところをうまくね考えて新井監督でやっていくかっていうところではね、まあ栗林もまだ体調が万全じゃないのかっていうところはちょっと分かんないからね、まあ9回生かすって言ったらもう常にそのシチュエーションに投げなきゃいけないからね、ちょっと様子を見ながら投げさせてそこに収めるのか、まあこのねリリーフ体制をどうしていくのかっていうところがまあポイントになってくる中でね、島内矢崎がねこの2人この日はね非常にいいピッチングね。で今日はコルニエル山下、山下俊平、山本と山下俊平太くんのあれだね、その中でね、カープはどこまで対応できるのかね、山下俊平だからっていうところは見どころだし、コルニエルのがね、だから最少失点でいかなきゃいけないから、パワーピッチがね、パワーピッチ対猛牛打線ね、まあどうなっていくのかっていうところ、まあ投手力先発したいかなっていうね、試合展開になると思います。続いて、楽天対 DeNA、5月30日2対3で DeNA っていうところで、楽天、ここまでの佐々木データ指摘通りの戦いをしちゃったっていうね、得点はホームランの、連打でチャンスで1本で、ね、自らの失点。でね、まあ、先発則本ね、6回111球9安打2三振3四球2失点と、まあ、毎イニングねヒットを打たれるもなんとかね踏ん張っていたね、中でっていうところでね、まあ、楽天はね2回裏ね DeNA 先発今永からね、引っ張り込んでレフトにね先制ホームランっていう中でね、まあ、4回ワンアウトから8番桑原がねセカンドゴロで、9番京田ファーストゴロ、なんと伊藤光一エラーバッで、佐野ライト前続いて責任アウトになるけどもね、宮崎がライトへ同点タイムリーで、牧がね勝ち越しのレフトへタイムリーっていうところで逆転っていうね、これも普通にあのファーストゴロさばいてたら0点だったからね、則本が粘ってて好投してただけにね、これはかなり痛いよね。で、9回にね牧がホームランを打って、まあこれがねダメ押しになるんだけどもね、9回裏今永から浅村がね、ホームランを打って、まあ、3対2という形でね、楽天は5安打ホームランの2本のみの得点という中でね、まあ、DeNA は先発今永9回122球5安打9三振1四球1デッドボール2失点とね、まあ、しっかりね、ホームラン2本で収めて、まあ、関東勝利というところは非常にねピッチ、ね、でも DeNA はね 1,2,3,5 とチャンス作るも1本ですね、得点ここできていればねもっと楽な展開で勝てたかなっていう中でね、初回も2アウトから宮崎牧がランナー出るけども外が三振ね、で2回もオースティン飛ばしたと連続ヒットでノーアウト1塁でね、桑原バントで2、3塁作りながら強打佐野がね、1本出ずっていうところとね、3回も先頭関根がヒットで宮崎アウトになるけども牧外フォアボールでワンアウト満塁からオースティン飛ばしたがね続かずね、5回もね先頭オースティンがツーベースで戸柱桑原強打が続かずっていうところで、まあ、チャンスは結構作って、だからこう則本もね粘ってただけにね、このその粘ってるところでやっぱミスが出たらねやっぱ失点しちゃうなっていうところでね、まあもうちょっと楽な展開でね DeNA は、できたと思うけども、まあ、1本出ず、まあ、なんとかね4回に1本出たかなっていうね、でまあ今のがね1ヶ月ぶりの勝利っていうところで、まあ、真っ直ぐとチェンジアップのねコンビネーションが非常にねグッピチだったと思うし、まあ、楽天はねちょっとこういったところが痛いかなっていうね、でその中でね5月31日ね戦いで3対1で楽天の勝利っていうところで、楽天先発ね田中マー君7回92球4安打5三振1四球1失点とね、まあ、ツーシームスライダーっていうねこの横の
広がりっていうところでの、幅を使った投球、しかもそれでね、丁寧に投げたかなっていうね、印象はあります。DeNA 先発ね、石田。5回97球、4安打4三振、5四球1失点と。まぁ、ちょっとストライクボールはっきりしてて、ね、フォアボール、まぁ、5つも出しちゃったけども、まぁ、なんとかね、粘りの投球っていうところではね、自分の役割を最低限、5回っていうところでは、まぁ、果たせれたかなっていうね。まぁ、その中でね、3回裏、ね、先頭辰巳フォアボール。で、山崎送りバンドを決めて、ワンアウト二塁。で、ここで、小深田もフォアボール。で、ワンアウト一塁になってからね、ここで、セカンドランナーね、辰巳、牽制タッチアウト。バッと。キャッチャーのね、これね、よくあるやつね。バッと。で、リクエストするけどね、まあ、アウトっていうところでね。で、いや、これでね、チャンスついえたかっていうね、ところで、フランコのね、打席で、ワイルドピッチ。せっかくね、ワンアウト、ツーアウトね、一塁になって、ね、ここで、戸柱、バッ。で、ランナーセカンド行って、フランコのタイムリーで行ってっていうね、このワイルドピッチなければね、フランコにヒット打たれてても1点取られてなかったのにっていうね、まあ、その中でね、DeNA は6回表にね、宮崎のホームランで1対1ね、追いついてっていうところでね、まあ、このね、ロースコアの展開どうなっていくのかっていう中でね、7回裏、ね、ピッチャー三島からウェンデルケンに代わって、山崎がね、右中間を抜けるスリーベース。で、小深田フランコとアウトになってね、なかなか1点取れない中、浅村打席、2アウト、3塁からワイルドピッチ、バッと。戸柱。これが遅いよ。こういったからね。で、しかも、脇の下抜けてたからね、締めなきゃ、ふっと、バッと。だから、まあね、前日は楽天のミスで、楽天がね、ちょっとね、それで失点をして負けたってなったけども、この31日の試合は、完璧に DeNA がミスして、負けたっていうね。しかもそれワイルドピッチだからね。それはもう痛いよね。で、8回裏にね、ワンアウト二塁から、辰巳がね、先ほどの牽制アウトごめんねって言ってね、レフト前タイムリーヒットでこの1点。これ非常にね、大きかったかなっていうね。ところでは、このダメ押しのね、1点。で、マークがね、しっかり、投げ切って、で、リリーフね、酒井、松井とね、ノーヒットで抑えて8球をね、しっかり締め切ったっていうところでね、グッドリリーフ。ね。まあ、この中でね、まあ、一つ注目したいところはね、4回裏、ね。この4回裏の1対0でね、迎えた、楽天の攻撃。先頭岡林がね、センターへのツーベース。で、阿部がね、センターフライ打つも、次ね、ワンアウト2位から安田がね、センターフライね、フェンス際。栗原ね、ジャンプめ、ぐわっと、スーパープレイ。スパイラル。ナイスプレイだったね。で、まあ、セカンドに投げて、セカンドランナー岡島が飛び出してて、まあ、ゆっくり帰ってきたのがなんかでアウトになって、もうこれはダブルプレイでチェンジャーと思ったわけ。ね。そしたら、まあ、リクエストっていう形で。だから、どんなリクエストの内容が分かんなかったけども、何のリクエストなんだろうね。だって、審判の判定は、取ってないっていう判定だったからね、栗原が。だから、何のリクエストか分かんないけども、あれ、栗原と、岡林、走ってたから、あれもセカンド投げたら、ダブルプレイでタイミングアウトだったから、ダブルプレイじゃないのって思うんだけども、ね、リクエストセンターはアウト。で、ツーアウト二塁からスタートしますっていう形で、まあ、審判がアウトでジャッジしなかったから、ジャッジしてたら、岡島か。ジャッジしてたら、岡島は、セカンドに戻れたのに、ジャッジしなかったから、戻らなかったのに、ジャッジしなかったことの影響があったから、岡島は、セカンドからっていう風に多分なったと思うんだよね、説明としては。ね。だから何のリクエストだったかはちょっとわかんないんだけどね、あれは。審判の判定で言うと、センターキャッチしたのを審判が分かんなかったのでコールしませんでした。その影響で岡島選手がセカンドベースから大きく離れる形になりました。ジャッジしてたらセカンドベースにいたでしょう。なので、ツーアウト二塁から再開ですみたいなね、感じだと思うけど、この、今俺が言った説明してほしかったね。センターはアウト。で、スタートしますみたいな。それだけじゃ分かんないよね。ね。まあ、ということでね。今日は滝中東っていうところで先発がね、どこまで粘り続けるのか、ミスした方が負けますよっていうね、戦いになると思います。さあ、続いて、日本ハム対ヤクルト。30日2対1で日本ハムというところで、日本ハム先発上原ね、6回93球、5安打7三振、4四球1点の、もう今季初勝利。グッと。ね。まあ、制球ね、ばらつくも、まあ、まっすぐカットでね、まあ、しのぎ切ったかなっていうところで、まあ、6回やっとね、フォークとかチェンジアップがね、まあ、安定してきてね、幅広がったかなっていうところではね、非常に粘り強くいいピッチングだったかなと。ヤクルト先発、石川ね。7回86球、8安打3三振、無四球2失点と。まあ、ホームラン2発のみだからね、これは攻められない。しかも7回ね、
今季最長イニングっていうところで非常にね自分自身の責任っていうところのピッチングはねできたんじゃないのかなっていうね。でこの中でまあヤクルトね、攻撃、2回の表で、ね、先制するんだけども、先頭村上がセンター前ヒット、サンタナフォアボールで、ノーアウト1塁からねオスナがショートフライで、浜田三振するけども中村がフォアボールで、2アウト満塁からね長岡が外のスライダーねカットかなセンター前に打ったんだけどもね、ここで1点で、そしたらさセカンドランナーサンタナがさ、まあ、回ってくるんだけど、ホームと三塁の途中ぐらいのところでもうセンターからキャッチャーに帰ってきて挟まれてアウトになったんだけど、大バット！何あれ、そもそもあの中途半端な走塁。いや映像分かんなかったんだけど、なんかゆっくり走ってたっていう説もあるんだよね。だからコーチは何してたんやっていう、もう全てがよく分からない走塁で、これでねひょっとしたらもう1点取れたかも分かんないのにね、 もしくはもう2点、まあ、1点止まりで、4回にね、万波がライトスタンドよホームランで、6回にも、万波がホームラン、万波クッスパイラル、ね、2発だからね。でね、まあ、あとはね、4回表ね、ここで浜田がねツーベースでツーアウトからで、中村のねセンター前をね、センター細川のレーザービームホームへタッチアウト、ナイススロー、クッ、しかも楽々アウトだからね。まあこのね、その初回のね、あ、じゃあ2回表のねサンタナの時もナイススローだったし、この4回表のね、この細川、中村のナイススローだったけども、楽々アウトだからね、まあわかるよ。2アウト、ね、2塁だから、もう行っちゃいないよ、わかるよ。でもその細川のスローイング能力っていうのを把握してた場合、しかも楽々アウトだから、あれはいくらなんでもストップちゃうかっていうね、ところでこういったところがやっぱ連敗中のね、焦りなんじゃないのかっていうところがね、気になるこのね走塁2つのポイント、コーチャーも含めて。でヤクルトはねこれあと7回、先頭中村ねセンター前ヒットで、ここで長岡の送りバント失敗、ダブルプレー、ピッチャーカーノグッね、こうショートショーフライ上がってね、カーノがワンノーパンかワンパンかのギリギリのところでワンパンで取って、まずファーストに投げて、ファーストランナー中村を一塁間に挟んでね、ダブルプレー、カーノナイス頭脳プレー、あでも長岡きっちり決めとかないとっていうね、そしたらまた同点のチャンスあったのにっていう、こうちょっとずつのね、こう走塁バントミスっていうところがね、こうなんか響くよね。でヤクルトはねこう7、8、9チャンス作るんだよね。7回もこれだし、で8回もね、ピッチャー宮西が上がるんだけども、ワンアウトから山田がセンター前ヒットっていうね、ところで並木がね、ダイソーに出て、で並木が盗塁でセカンドまで行くけども、後続続かず、で9回も、ワンアウトから浜田フォアボール、中村アウトになるけども代打川端がセンター前フット打って、ツーアウト一三塁から同点のチャンスで、最後ね、太田が三振っていうところでね、田中正義に、セーブがついてっていうね、まあ、チャンスはあっただけにねミスが痛かったっていうところと、まあね、日本ハムはね、上原、川野、宮西、玉井、田中とね、ちょっとランナー出してピンチは作るけども、最後はね粘り強いピッチングっていうところと、川野のね頭脳的なねダブルプレーは非常に良かったんじゃないでしょうか。続いて、31日、3対1で日本ハムというところで、12球団で唯一の2連勝っていうね、ここまでね、日本ハム先発噂はね、8回125球、6安打6三振、4四球2失点というところでね、まあ高めにはね、ストレートっていうね、低めに変化球っていう中でね、前半はストレート中心、で、終盤ね、にかけて変化球をね、中心とした、この配球の変化っていうバリエーションは非常に良かったかなっていうね。で、しかもね、この高めのストレート、低めの変化球っていうところで、このコンビネーション、高低差をつく。で、その高めをね、ヤクルト打線をね、対応しきれなかったっていうところで、まあ、噂のね、ストレートのキレっていうところがね、出てたのかっていうところもあるけども、あとは緩急がついて、より速く見えたっていうところもあるかもわかんないけども、あの高めの球をね、あの変化球も含めて相手打線は対応できなかったらもう噂の思い通りのところになるっていうね、まあ、特に典型的なね、試合結果だったかなと。でヤクルト先発ね、市川5回94球5安打3三振2四球2デッドボール4失点と、まあ、自身のねミスもあってちょっと思い通りのピッチングはねできなかったかなっていう中では苦しいピッチング、その中で日本はね、先制っていうところでワンアウトからね細川フォアボールで、ここでね、市川がファーストへ悪送球ね、でランナー三塁まで行ってマルチネスデッドボール、万波フォアボールで、ワンアウト満塁からねこの加藤の、セカンドゴロのねダブルプレー崩れで1点入るんだけどもね、これノーヒットで1点なのよ。であとこれねダブルプレー崩れだけどセカンド山田がね若干ここでジャックルしてね、もうほんのワンポイント遅れるのよ。でそれによってワンポイントファーストがセーフになるから、あれスムーズにパンっていってたら多分ダブルプレー取れたと思うんだよね。だからミスもね、まあ、記録に残らないミスも含めて、牽制悪送球も含めて3四死球でノーヒットで1点っていうね。
で、2回の裏、ね、また先頭福田デッドボールっていうね。で、清水送りバントを決めて、水野アウトになるけども、松本がね、ライトへツーベースヒットでタイムリー。これもね、ライト浜田ね、わかんないよ。でも映像で見る限り、空振りしたように見えんだよね、この空振り。取れたのに取れなかったみたいなね。っていうところでは、やっぱそこしっかりね、球際取り切らなきゃっていうところでね、いて。で、3回の表にね、9番竹岡がね、ヒットから。で、浜田がね、ツーベースで1点取り返してっていうね、ところで、またここよ。ね。で、2番青木ね、レフトフライ。最低でも進塁打打たなきゃ。このチームがこういう状況の時はもう1点ずつの積み重ねが大事。で、その後ね、山田村上と鈴鹿と1点しか取れなくて、ここも1点取りたかったよ、青木。最低進塁打っていうところで、ね、しかもレフトフライは最悪っていうね。で、3回裏、加藤が3ボール2ストライクから、右中間ホームラン、加藤、グホームラン。これも捉えたらすぐ行くのもね、また雰囲気悪くなるなくてね、いい形っていうところで。で、5回、ね、またもや加藤が2打席連続、今度はシンカー気味の変化球ね、真ん中入ってきたところ、ホームランっていうね。で、6回、福田が、またホームランという一発構成っていうね、グッバッティング打者。福田も良かったね。だからまあ、ロッテからね、日本ハムからロッテ行った西村もね、今、無失点でね、リリーフでめっちゃ活躍してるけども、ね、福田もこうやってね、日本ハム来て、出場試合で、得て、で、まあ、今まだ打率はね、1割7分8厘だけども、こういったホームランもね、多分2本目だよね、いい形で打ってね、非常にグッと、ね、これからもうちょっとね、安定感を上げていきましょう。ね。で、ヤクルトはね、8回表にワンアウト満塁からね、サンタナのショートゴロの間に1点あげるんだけども、ダブルプレー崩れてね、ここもね、1点じゃなくて、この複数得点ね、取りたかったなっていうところではね、まあ、なかなか厳しい戦いがね、続くなっていう中でね、今日の試合、加藤隆とサイスニードだから、まあ、日本ハム打線はこのサイスニードの、まあ、噂と同じようなね、高めのストレート、低めの変化球っていうところが勝負どころになるんで、その高めの変化球、高めのストレートのね、見極めっていうところと、そのパワーと力強さにね、どこまで対応できるかっていう中でね、まあ、これがサイスニード、もし低めに決まったら無双してくるからね、まあ、そこら辺が見どころなのかなと。あと、加藤隆だからね、まあ、フォアボール期待できないからね、どんどんね、変化球でも緩急つけながらどんどん来る中でね、もうそこをヤクルト打線がね、どこまで対応できるか。しかも加藤隆は長いイニング投げるからね、そう、序盤で崩さないと、トントントンといって日本はもう3連勝もあるよっていうね、中では、まあ序盤のね、攻撃っていうところが大事になってくるかなっていうところと、やっぱフォアボールっていうところがね、やっぱりそこね、ちょっとチームとしての勝ち負けに、なってくるところもね、31日の試合は特にあったんでね、まあそこら辺はバッテリーで気をつけなきゃいけないような戦いになってくるんじゃないでしょうか。続いて、ロッテ対巨人。30日2対1でロッテ。31日4対7で巨人っていうところで、現在1勝1敗の形。里崎開幕9連勝でストップ。水曜日負けなし、ストップ。みたいなね、31日。まあ31日で2対1でロッテっていう中で、ロッテ先発2勝ね、7回95球5安打5三振、無四球1失点と、まあ特にスライダーが抜群だったね。曲がりの幅、で高さっていうところがね、非常にグッピッチ。で、時折ね、初球とかでね、緩急のカーブをつけるっていうカウント通りも非常にね、グッピッチ。ね。でね、低めの変化球を徹底してできたっていうところがね、素晴らしかったし、まあ最後はね、その変化球が、良かった変化球が高めに浮いてっていうところをね、通打されて1失点したけども、非常にね、素晴らしいピッチング。で、巨人はね、ショートスターターっていうところで、平内2イニング。で、高橋祐希が4回3分の1っていうところでね、まあ先ほども言ったように交流戦はね、6連戦が3週間になってくるからね、で、雨天中止、ね、金曜日雨天中止とかになっちゃうと、最大9連戦になるからね、そういったところでは、こういうね、先発を6人揃えるかどうかっていうところも、交流戦を勝ち抜くためには非常にね、大事なピースになってくるところが、この2番手の高橋祐希ね、対左にはね、インコース。で、対右にはアウトコースっていうところで、ストレートツーシーム系ね、非常にそれを粘り強く投げれたかなと。で、その中でスライダーっていうね。で、まあ、投球自体にね、ばらつきはまだ結構あるけども、まあ、持ち味は出したんじゃないのかなと。チェンジアップの精度がね、上がればっていうところはあるけども、ちょっとチェンジアップのね、精度が悪かったかなと。まあ、その中でね、ロッテは2回ね、2アウトから田村がね、ホームラン、ライトへ。ライトへ打てんだね。田村、ホームラン。すごいね。でも、ラグーン。いいね。俺もラグーン欲しかった。でもね、このホームラン大きい。しかも俺が解説した試合、2本とも俺解説した試合だからね、よく打つね。5ホームラン。ね。で、4回、ね、ワンアウトから山口がね、これはもう打った瞬間わかるね、センターバックスクリーン横にね、まあ怪我からの復帰して2戦目でね、ホームランという形は本人はね、ほっとしたんじゃないでしょうか。ね。で、巨人はね、この打線、ね、7回に、先頭岡本がツーベース。これ初球カーブ投げて空振りして、で、最後もカーブで行ったんだけど、これはちょっと涙ね。さすがに。
ね、でそれが高めに浮いて、ね、同じ球が2球続きませんよっていうね、初球空振りしちゃったけど2球来たら対応しますよっていう形で、でツーベースで大城がねファーストゴロで進塁であってワンアウト三塁から梶田よね、ライト前ヒットっていうところで1点、取るんだけども、全体的にはこの西野のスライダーフォーク変化球全く対応できず、特にスライダーとか全く対応できないで、狙っていく姿勢ちょっと見たかったね。そのスライダー結構スライダー多投してたからね、全く対応できなかったっていうところで、で3回にもねこのワンアウト一三塁ね、ウォーカーがねボテボテのサードゴロ内野安打になって、で吉川見逃し三振するけども、門脇がねライトをヒット打ってね、ウォーカーしっかりね、三塁まで走ってワンアウト一三塁のね、チャンスを作るけども、萩尾ね、初球ねシュート高めボール球で詰まって打って浅いライトフライね、まあ、この打ちに行く姿勢っていうのはすごいいいんだけども、積極的に打ちに行くんだったら詰まるのやめようよっていうね、初球だししかもボール球だしっていうところではね、ちょっと残念なね寂しい結果かなっていうね、ところになったし、まあロッテはね初回で平内がバタバタする中でね、先頭池田がライト前ヒットです、友杉アウトになるけども、中村ヒットポランコフォアボールでワンアウト満塁、ここでビッグチャンスね作ったらもっとすんなりね楽な展開だったけども、安田がね463ダブルプレーっていうところでね、まあ、ここもう1点取ったら楽な試合出たけどね、まあ、結局はね西野がしっかり投げて、リリーフもね沢村増田とね完璧リリーフ2人で5三振っていうところでね、非常に素晴らしい試合展開だったんじゃないでしょうか。で31日4対7で巨人というところでね、ロッテ先発、メルセデス5回105球5安打5三振3四球4失点とちょっとストライクボールはっきりしちゃったかなっていうところでね、まあ、初回ね3者連続三振取ってこうジャイアンツっていうところでね、ちょっとこう力感ねちょっと気負いすぎちゃったかなっていうところはあってね、ストライクボールちょっとはっきりしちゃったかなっていうね。でジャイアンツ先発戸郷ね8回120球6安打7三振3四球4失点とね、まあまさかの初回ね、先頭打者ホームラン打たれると思ってなかっただろうね。前回完封で来てからの。まあ初回でロッテは、岡がね、初球、ね、バックスクリーン横に先頭打者ホームラン、岡。こう積極性がね、岡のいいところだからね。でもやっぱ一番大きかったのはね、この2回表ね、取られた後すぐに岡本がね、スライダーをレフトへホームランっていう、この同点に追いついたのが、ジャイアンツの中でね、悪くならなかったよかったところかなと。で、ロッテのね、問題ではね、まあこの試合の負けに対しては、まあ、それがどうかわかんないけど、俺はこれ結構問題だったと思うんだけども、まあこれね前の動画でも言ったけど、ロッテっていうのは自分たちはミスしないで相手のミスをしっかりついていって得点に結びつけていく、個人の成績は低くでもチーム全敗でランナー三塁においてノーヒットでも点を取っていくっていう打球がね今いいとって言ったところでね、4回の表先頭岡本フォアボールで、なかなかレフト前ヒットノーアウト、1、3塁っていうね、ところを作って、まあ、この中田のレフト前ヒットね、レフト線行ったけど、中田が足がね、ちょっとまだ調子上がってきてるから、セカンドまで行けずっていうところで、まあ、1、3塁。ここでね、ワンアウト、じゃノーアウト1、3塁でね、内野はゲッツー体制っていう中で、大城がね、ファーストゴロ、結構早いファーストゴロね。で、ここをね、大城がファーストベースを踏んで、ランナー3塁一瞬見て、あとセカンド投げるのが一瞬遅れるんだよね。で、これね、中田の足が遅いっていうのが分かってたら、すぐそこにいるっていうのは分かるはずだから、もっとスムーズにできたはず。一瞬間、ほんとコンマ何秒、間があってからセカンド投げたんだけど、まあ、それでもタイミングは完璧アウトだったの。それを、ショートね、藤岡が、まあ体勢崩れたっていうのもあるけども、タッチしに行って崩れて体勢立て落とうとした時に、浮いた時に足が入っちゃって、で、したけど遅くて、セーフっていう。あれ、そのまま置いてたらアウトだからね。もうだから体勢崩れたらそのまま寝ろ、もう。ミット外すぐらいだったら寝ろ。っていうね、あれ置いてたらアウトでダブルプレーで、あの回2点入ってないのよ。でその後ね北村はねアウトになるけどもね、2アウト満塁から門脇がねあのライト線引っ張り込んでねタイムリーヒットでこれ2点っていうね、ところでは非常に、大きかったかなと。この2点ね、ここ0点と2点全然違うからね。しかも2アウトからねこの門脇にヒット、でもあのダブルプレー取ってたら0点だからね。そしたらまだねロッテも勝ってたかも分かんない中で、あのなんかミス記録に残らない。それ言いたい。今までのロッテ野球じゃないよね。で、5回の表、坂本がね、ホームラン。しかも坂本ね、ショート体制で2000試合出場。ね。グッド。内野が。素晴らしい。で、しかもホームラン打ってね、打撃もね、上がってきたね。これでね、正直、ジャイアンツ勝ったなって思ったけどね。この流れ的に。ただ6回ね、ワンアウトからポランコがね、フォークが高めに浮いたところ、ライトホームラン。ね。で続いて山口もねレフトにツーベース続いて、でここで言ったら俺解説でこう安田ここ一発ありますよと奄美に行ったらっていうね、そしたら安田がバックスクリーンのホームラン、これで一気に4対4で追いつく、おいこれ連勝記録伸びるぞっていう中でね、
4対4のままで8回ね、ピッチャーペルドも良かったね。ピッチャーで浅村出てきてね、秋広レフト前、バットの先っちょだったけどね、うまくレフト前行って、で岡本が今度ねストレートホームランで、中田が2者連続ホームラン、岡本なかったのダブル力勝負吹いちゃったね。力勝負行って、そこをねもう完全に、力負けしないで、岡本もね、フォーク見逃してワンボールからね、甘めに入ってきたフォアボールね、で、中田はね、フォークボール真ん中に入ってきたところをね、レフトへっていうところでね、まあこれでもうね、さすがに挽回できませんっていうところでね、7対4でジャイアンツの勝ちっていうね、中になりましたけども。さあ、ということで1勝1敗で迎えたね、今日6月1日の試合はカスティーヨ山崎よりということで、カスティーヨね、リリーフの時見たことあるけども、先発ね、初先発っていうところでどういうピッチングするのかっていうところではね、まあ、一発構成来るんでね、まあ、この波に乗ってるところどう抑えていけるのかっていうところと、まあ、ジャイアンツ山崎よりね、まあ、シュートスライダーっていうね、ところのピッチャーだから、まあ、そこをね、ロッテ打線がどういう風にっていうね、ところあるけども、ちょっとジャイアンツが勢いづいてるからね、このままキューってね、行きそうな感じはあるっていうところと、まあ、ロッテはね、今日沢村は多分投げないね、2連投してるからね、ペルドモ、マスドっていうところ、だカスティーヨも長いイニング多分投げれないだろうからね、結構リリーフが早めに出てきてっていうところもなるからね、リリーフ勝負っていうところになるかなと。で、山崎よりはね、どこまで長いイニング投げれるかっていうね、昨日の戸郷みたいに、非常にね、勝負になるかなと。戸郷もね、まあ4失点したけども、8回までね、しっかり投げ切ったっていうところはね、大勢に直結できたんで、試合の流れとしては非常にね、大きかったかなと思うんでね、山崎よりも長いイニングね、投げれればっていうね、ところもあるけども、まずはね、このシュートスライダーっていうところがコントロールよくね、決まるかっていうところが、まあ、ポイントかなとね。まあ、前回もね、DeNA 戦4回ね、ノックアウトっていうところが変わってるんでね。まあ、でもその前のヤクルト戦は7イニングしっかり投げてるんで、最低7イニングぐらいはね、行きたいなっていう試合展開かなと。で、あと一番最初のね、西武対阪神言ってなかったからね。今日の西武対阪神で言うと、宮川、伊藤将司でしょ。伊藤将司いいからね、いい感じ。だから宮川がどこまで踏ん張れるかがね、勝負だね。だから、阪神だってちょっとね、ここ、昨日抑えられたっていうところもあるんでね、どこまで爆発できるかっていうところもあるけども、まあ、西武はやっぱりこの1番だね、1番が決まればいい形になるからね、まあ、序盤は愛斗っていうところ、昨日源田っていうところでね、この1番、これ源田がね、はまるかどうかがね、勝負だから、源田と近本対決かな、これがどうはまって、その後の打線が活かせるかっていうところがね、まあ、勝負のね、展開に一番大事なところになるかなと思います。ということでね、カースイの試合、総チェック終わりです。まあ、今日もね、佐々木は、ね、マリンに行きます。解説しにね、テレビ朝日です。はい。皆さんもね、今日、まあ、勝ち越すことが最悪大事だから、でもヤクルトは勝ち越せないけど、3連敗だけは一番しちゃダメだからね、交流戦は、どういう戦いになるのか、もちろんね、今日の試合もしっかり総チェックでね、出しますんで、今見てる総チェックと、明日の総チェック合わせてね、カースイ目総チェック見てください。ということで、今日も頑張っていきましょう。